あらまあ、裏解決屋班たちやないの。来ないなところで再会するなんてね。え？あなたは？って待てや、その声どっかで。一体ここで何をしてやがる。結社の執行者ナンバー3、黄金町。いややわ、ルクレツヤか、なんならレティ呼びでもかまへんよ。見食らう蛇の結社最強の一角と目されている。そんなに怖い顔せんと。知らん中でもないんやし、ちょうど暇してたところなんよ。よかったらお茶に付き合うていかへん？ああ、安定の親父臭さだな。やっぱ本当はアラフォーなんじゃね。うるせえな、いい加減偉人じゃねえっつの。てめえもあと 4,5 年もすりゃ嫌でも老けてくるんだからな。俺は50過ぎても女型張るつもり満々だからな。なんなら論来の時みてえにまた煽ってやってもいいんだぜ。てな、やめろっつ。ったくこのガキは。ま、たまには足を伸ばして入る風呂もいいもんだ。お前も少しはほぐれてきたみたいだしな。家族を、てめえの居場所を傷つけられてお前が怒らねえわけがねえからな。前の時みたいに一人で突っ走ったりしねえ分、少しは大人になったってところか。
うぜえな。勝手に見抜いた気になってんじゃねえ。てめえ一人でできることなんざたかが知れてる。前の時に散々思い知ったからな。だったらあんたやフェリたちの手もいくらでも借りてやるだけだ。自分の中の暗い穴に抗い続けて、奴とは違うことを証明し続けるためにも。てめえだってその覚悟はとっくにできてんだろ。あと 4,5 年もってのが当然みてえに言えるようになったみてえだしな。ほう？ったく、このガキは。ま、ある意味似たような境遇同士、お互いしっかりしていかねえとな。だからうぜえよ。よく考えたらリゼットさんと二人きりでお風呂って珍しいですよね。確かに首都では何度かご一緒していますが、以前ロンライでご一緒した時よりも少し背が伸びられたようですね。そうでしょうか。自分では分かりませんけど。まだ13、いえもうすぐ14歳ですか。私には眩しいばかりです。生身だったとしても成人を過ぎると成長著しくとはいきませんから。そういうものですか。それまでに私自身ちゃんと答えを出せるのかな。フェリ様？いえいえ、何でもないんです。それよりリゼットさん、ぜひ教えていただけないでしょうか。アニエスさんやリゼットさんのようになるためにはどんな努力をすれば。これも思春期でしょうか。さ、長湯はほどほどにして、そろそろサウナとしゃれ込むか。せっかくの機会だ。いつかのリベンジをさせてもらうぜ。我慢勝負はもういいっつうの。言っただろ、サウナは神聖なセッションで。あれ、もう上がっちゃうのかい。どうや、なんで嫌がる。せっかくだからご一緒させてもらおうかと思ったんだけど。あれ、なんでそんなに驚いてるんだい。いや、まさかこっちだと婚約が一般的じゃなかったなんて。でもまあ、バンたちしかいなかったから別にいいよね。